仕組みを知りたいんだな。仕組みってね、あれだよ、ほら、出口調査のタブレットの UI あるじゃん。あれ知りたくてさ、やりたいなと思って、別に出口調査自体には何の興味もないんだけど、つかあれ、出口調査ってさ、真面目に答えなくても、多分それなりのデータが取れれば、なんていうのかな、嘘で、その、なんていうの、情報を入力してても、多分なんか補正効くんじゃないかな、量があるとね、ある程度の量があると。っていう話だったと思う。というわけで、あとさ、投票するときさ、ね、どこにも投票したくねえとかっていうときに、共産党の持ち方を持ってるのは、あれだよ、これ、やべえかな、あ、そう、それでね、どこにも投票したいかしたくないか、わけが分かるってときは、共産党に入れればいいっていうのは、蕎麦屋におけるカレーライスのポジションだからだよ。もう何言ってるか分かんないと思うけど、さ、蕎麦屋のカレーライス美味しいじゃん。けどさ、蕎麦じゃないじゃん。そういうことよ。カレーの立場とか、カレーライス、カレーってね、カレーの立場とか、カレーは美味しいじゃん。どこ行っても美味しいのよ。まあ、外れがないじゃん。たまに外すやつあるけどさ、まあ、そこはやべえ店だよ。それこそ本格的に、何？本格カレーじゃなくて、本格的にやべえ店だよ。うん、本格派のやべえ店だ。うん、まあまあ、それ。だから、蕎麦屋に行ってさ、蕎麦が、うまいかとかさ、蕎麦の話とかさ、蕎麦についてはさ、わかるじゃん、言えるじゃん。けどさ、ここカレーうまいよねっていう話はさ、蕎麦屋でしたとてじゃないですか。カレーはうまいよ、美味しい、確かに美味しい。そして独自のカレー、その創意工夫なるカレーが蕎麦屋にいただけるかもしれない。だからカレーライスであるだけだ、蕎麦ではない、っていうところだと思う。カレーじゃないですか。けどここは蕎麦屋じゃないですか。っていうことだと思いますよ。何言ってるか分かんないと思うけど。でも基本は蕎麦屋なんですよ。だから、お前は蕎麦じゃねえけど、カレーがうまいことは認める。だけどここは蕎麦屋で、お前は蕎麦じゃない。そういうことだと思います。そんな時に、あれですよ。蕎麦屋に行っちゃったんだけど、どうしようかね、ここの蕎麦屋まずいんだよっていう時に、けどカレーはうまかったよなとか、カレーは外れがねえよねっていう時にカレーを頼む、そういうことですよ。そうしていただければいいんじゃないですかねと思いました。
もう今日はあれですよ、投票して、投票したら100点ってことで、チョコレート買って帰ります。じゃあね。